軍縮会議が26日から3日間の日程で広島市で開かれます。ほら、おい、姉ちゃんダメだな、新聞見ながらちった。あら、気象情報です。今朝の東京渋谷は雲が広がっていて気温が今23度ぐらいしかありません。涼しい北風が吹いていまして、ちょっと半袖だと寒いぐらいだったので慌てて羽織るもの久しぶりに持ってきました。で、例えばちょっと傘がいらないぐらいの弱い雨もぱらついています。じゃあその後も関東地方はすっきりしない天気で暑さ控えめ、北風もやや強く吹きます。その理由はおい現在日本の近くには2つの台風があって、この影響で広く高波に警戒が必要です。今日の波の高さは関東で6メートルの大しけ、また九州南部から沖縄は10メートル以上と猛烈なしけとなる見込みです。さあ、台風15号の情報を見ていきましょう。現在非常に強い勢力です。この後昼前後には沖縄本島でも猛烈な風が吹き、夕方には奄美でも暴風と吹きそうです。そして明日の未明には明後日には日本海へと進む見込みです。明日にかけて沖縄から九州瞬間